皆さんこんにちは、夏目真希です。さて、夏目チャレンジ第2回目のチャレンジは、夏目体力測定する。では早速参りましょう。さあ、今ウォーミングアップが始まりました。夏目選手は幼い頃から運動が大好きだったそうですので、これはかなりの記録を期待できますね。一つ目の種目は反復横跳び。測定方法は長いので割愛しますが、ラインの間隔は1メートル、サイドステップでそれぞれのラインを越すまたは踏むごとに1点が加算されていきます。これを20秒間続けていきます。さて、そろそろ時間も時間ですので、位置についていただきたいと思います。夏目選手は一体どのような記録を打ち出してくれるのでしょうか。3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、31。はい、41回。ちなみに平均は43回あたりだそうです。夏目チャレンジ。さて、お次は立ち幅跳びです。立ち幅跳び、とっても懐かしいワードですね。足元のバットがラインの代わりになってます。ここでボルトさんのポーズ。やっぱり陸上といえばボルトさんですよね。はい、サクッといきましょう。とあるデータによると、夏目の年齢の立ち幅跳びの平均記録が165センチあたりということでしたので、それを基準に判断していきたいと思います。ひたすら腕振ってます。お、飛びました。これは結構いったんじゃないですか。どうでしょうか。170。おお、平均よりは上みたいですね。よかった。さて、最後は上体起こしです。1回2回、3回、4回。笑ってるよ。ゴン、上がれよ。これは30秒に何回上がれたかっていうのを測るんです。頑張って。本当にでもこれ中学生の頃から苦手でしたね。5回。はい、これはひどい。ちなみに平均は 18.9 あたりだそうです。ひどいですね。オギプロザネクスト。はい、今回は一般的に体力測定で行われる種目の中で実際にできることにチャレンジしてみました。結果はこのように惨敗です。平均を超えたものが立ち幅跳びのみという結果でした。反復横跳びは惜しかったんですけどね。上体起こしについてはもう触れないでおきましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。夏目チャレンジ第2弾体力測定、いかがでしたでしょうか。実は第1弾のフリスビーキャッチはこの後行ったんです。あ、まだご覧になってない方はぜひ1本目の動画も見てくださいね。この動画を気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、 See you。 1分。